に作曲した公共曲ボーン・ウィリアムズは公共曲第6番と調整を同じくする第9番が出来上がるまで公共曲の楽譜に各種名と調整を記入していただけだった。単に保単調の公共曲と呼んだのでは混乱が避けられないためその時期になって番号付けをするようになったのである。したがってこの作品は元々のタイトルが 南極公共局なのであって、公共局第7番、南極のように、副題として扱うことは適切ではない。ボーン・ウィリアムズは1947年に、ロバート・スコットの南極体験体を描いた、イギリス映画、南極のスコットのために音楽を作曲した。この作品は1949年に、プラハ映画祭で音楽賞を受賞した。その後、ボーン・ウィリアムズは、 この映画音楽のほとんどを再構成して一つの公共曲を作り出した。公共曲は1949年に着手され、1953年にマンチェスターにて、ジョン・バルビローリ式ハレ管弦楽団により初演が行われた。通常の編成のオーケストラに加えて、チェレスタ、ピアノ、パイプオルガン、様々な種類の打楽器やウィンドマシーン、 さらに女性合唱とソプラノ読唱のボカリーズも用いられている。所要時間は45分前後。前後楽章からなり、第三楽章と第四楽章は連結されている。相付では、各々の楽章の開始に先立ち、文学作品の引用句が掲げられている。作品成立の由来からもわかるように、公共曲とは言うものの、形式の高速とは無縁に作曲されており、 内容的にも、兄弟公共曲と連作公共誌との中間にあり、実質的には公共組曲のようになっている。曲地における自然界の猛威と愛すべき動物たち、氷山、表現、オーロラブリザードの描写、危機を目前に身体極まった人間の無力感と自己犠牲といったものが、ロマン派的な構成原理や印象主義的な音楽語法を駆使して描き出されている。 前奏曲、アンダンテマエスト・ゾ・スケルツォ、モデラー、ポコア・ニ・マンド風景、レント・間奏曲、アンダンテ・ソステヌート・シューマク、アラ・マルチア、モデラーと時折演奏や録音によっては、楽章ごとの表題とされた引用句を朗読することがあるが、第三楽章と第四楽章を休止なしで連続して演奏するようにとの作曲者の意図を不可能にしてしまうため、そのような習慣は問題がなくもない。 そのため最近では、全曲演奏の前後どちらかに、すべての引用句をまとめて読み上げる傾向も見受けられる。フルート3、オーボエ2、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット、コントラファゴット、フォルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、打楽器、チェレスタ、ハープ、ピアノ、オルガン、言語部女性3部合唱、ソプラノ独唱。ありがとうございます。